君の社員。これからの活躍も期待しています。助かります。無理はなさらずに。
さあどうぞ。料理は好きなので機会があればまた作らせてください。どうしようか。よし、光を灯そうか。また光が増えるね。それじゃ。君の写真すごい話題になってるよ。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。また来いよ。1ミリス工業です。1ミリス工業はレスタルムの皆様の生活を支えながらこれからも絶え間なく電力を提供していきます。メテオから夢と希望を生み出す会社、1ミリス工業。うちは雑誌だけじゃなくてラジオ局も持ってるんだ。過去最高の聴取率はルナ・フレーナ様のオルティシエ演説だね。あの時はいろいろ大変でさ、カメリア首相とも協力してルシスでも放送させてもらったんだ。君の写真はここで確認できるよ。気に入ったものがあれば保存しておいてあげる。Thank you.
いらっしゃい。次もよろしく。正直今ここだって安全じゃない。用がないならとっとと町に戻るんだな。散歩のために門は開けられないぞ。死骸どもが入ってくるからな。電気が戻ったか。こいつは必要っつってんだろう。な、何度言えばわかるんだ。ハンマーでも砕けないのは相変わらずか。いいか、電気は限られてる。こんな大食いの客は置いておけないんだよ。シド、まずは港と畑の整備だ。今の皆無に必要なのはこんな機械じゃないんだよ。前線で武器壊して怪我したやつ何言ってんねん。こいつはそういうやつのために使うんだ。いやー、イチネレスの女性はたくましくて素敵だね。こりゃ俺も負けてらんないな。
お帰りなさい。怪我だけしないようにね。お帰りなさい。あんまり無理はしないように。
こんな私の絵でも子供たちは喜んでくれるの。何度も捨てようと思ったけど、画材取っといてよかった。
お帰りなさい。怪我だけ。Thank you.
わかりました。では。俺とこの車、目的地まで頼んだぜ。来やがった。
お帰り。ケニーも待ってたよ。ケニーが帰りを待ってるよ。